ジャンイコール・ポール・ベルモンド。ジャンイコール・ポール・ベルモンド。ジーン。ポール・ベルモンド。1933年4月9日隊は、フランスの俳優。シリアスなドラマから、アクションコメディまで、出演映画は幅広い。20世紀後半のフランスを代表する俳優の一人。実施のポール・ベルモンドは、元海一ドライバー。1933年4月9日。 パリ郊外のヌイイコールシュルイコールセーヌ、ノイオスウールセーネで生まれる。父のポール・ベルモンドは、フランス美術アカデミーの会長をも務めた彫刻家で画家、シチリアとピエンテにルーツを持つイタリア系フランス人、母も画家だった。子供の頃はよく遊んだものの、体が弱く、西洋のために、田舎の農家に預けられる。健康を取り戻して、家に帰ってからは、 サッカーに熱中し、ゴールキーパーを担当。15歳の時にボクサーになる夢を見たことをきっかけに、今度はボクシングに熱中する。両親に無断でボクシングクラブに入り、練習を積むが、父に反対されてボクサーになる夢は果たせなかった。1949年、16歳のベルモンドは演劇に興味を持ち始め、 フランス国立高等演劇学校の入学試験を受けるも落選。しかし、別の演劇学校で学び、国立高等演劇学校に入る準備を始めた。1950年7月3日、パリの病院を巡回する一座のメンバーとして、初舞台に立つ。演目は、眠れる森の美女で、ベルモンドの役は、王子様だった。その後、ピレネー地方での書き巡業にも参加。 ここでコメディアンのギー・ブドスと知り合った。翌1951年に念願の国立高等演劇学校への入学を果たしアルバイトをしながら演技を学ぶ。その合間に芝居や映画を見て回った。やがて舞台に出演する機会を得たベルモンドは1953年には大役ながら主役を務めることとなる。またこの年にルネコンスタンス愛称 エロディーと結婚、翌年には子供が生まれた。その後も舞台を続けて経験を積むにつれ、次第に演技派との評価が高まってきた。1956年7月1日に同行を終了。この頃には演劇批評家からも注目されるようになり、卒業直後の公演では優秀な賞を獲得した。演技力を高く評価されたベルモンドを、 映画界も無視していなかった。1957年に、早くで、映画出演するようになる。このうちマルク・アレグレ監督の、黙って抱いてには、やはり無名時代のアランドロンも出演していた。1958年には、ジャンイコール・リュック・ゴダール監督の短編映画、シャルロットと彼女のジュールに出演。ちなみにこの映画撮影後ベルモンドが、兵役に出てしまったので、ベルモンドの声は、 ゴダール自身が吹き込んでいる。パリに戻った1959年、ベルモンドは、クロード・シャブロル監督、二重の鍵に出演する。これまでのちょい役に比べると重要な役で、その存在感を示したベルモンドは、映画でも注目された。そして同年、再び、ジャンイコール・リュック・ゴダール監督の、勝手に仕上がれに主演。ヌーベルバーグの代表作として、大ヒットするとともに、 ベルモンドを一役映画スターの座に押し上げた。こうして年に数本の映画に出演するようになる。それらはドラマ性の高いシリアスなものが多く、成功した作品ばかりではないが、ベルモンドは着実な演技力に支えられて、ヤクザから貴族に至るまでの幅広い役をこなした。1963年、ジャンヌモローと共演したバナナの川あたりから、 出演作品の傾向が変わってくる。これは、イカサマシと別れた女房が繰り広げるドタバタ、喜劇だったが、こうした、娯楽色の強い映画への出演が増えてきた。これを決定づけたのが、同年の、リオの男だろう。財宝のありかを示す像をめぐる冒険物語で、危険なアクションシーンも多いが、スポーツマンのベルモンドはスタントを自ら演じた。このスタントマンに任せず、 自ら演じる姿勢を日本の俳優、千葉真一が尊敬していると語っている。この映画は大ヒットし、ベルモンドも新しくアクション俳優というイメージを持たれるようになる。1965年には同傾向のカトマンズの男に出演するが、これで共演したウルスラ・アンドレスと恋に落ち、行動を共にするようになる。そして翌年にアンドレスが離婚したのを受けて、 ベルモンドも9月19日に離婚する。同年再び、ゴダールの吉街ピエロに主演する。しかし、ベルモンドはシナリオを使わない、ゴダールのやり方を批判し、二度とゴダールとは仕事をしない、と宣言した。一方のゴダールも、1970年に商業趣味の映画を嫌うと宣言し、最も使いたくない俳優の筆頭に、ベルモンドを挙げている。1969年には、 アランドロンからの申し込みを受けて、初めての本格的な共演映画、ボルサリーノに出演。85万人を動員する大ヒット作となった。1972年に制作された、ジャンイコール・ポール・ベルモンドの交換結婚では、制作費の半分をベルモンドが負担し、プロデューサーとして手掛けた最初の作品となった、クレジット上のプロデューサー、弟のアランになっている。 そして自らのプロダクションであるセリとプロダクションを創立し、1974年のバラノスタビスキーから本格的な映画制作に乗り出した。なおこの年、ベルモンドの映画出演料はアランドロン、ルイド・フィネスを抜いてフランスでトップに踊り出た。日本語吹き替えは山田康夫が専属で担当。山田の死後は狭間道夫が 数多くの作品で担当している。梶原和夫責任編集、シネアルバム、30、ジャンイコールポールベルモンド、ハガ書店。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。